無知漢ポリチオフェンの繰り返し単にポリチオフェン類は、強薬系を含む骨格を持つことから、興味深い光学的性質を示す。画像は知官ポリチオフェン溶液に、紫外光を当て、蛍光を発している、ヨースポリチオフェンは含む、洋服素間化合物の一種であるチオフェンの、重合体である。ドーピングにより、脅パイ軌道に対して、電子を付与、または除去すると、 導電性を持つようになる。ポリチオフェン類の研究は1980年代頃から活発になっていった。導電性ポリマー分野がすでに成熟期を迎えていることは2000年のノーベル化学賞がアラン・ヒーガー、アラン・マクダヤ・ミッド、そして白川秀樹に導電性ポリマーの発見及び発展における寄与として与えられたことによって確かなものとなった。 導電性ポリマーの最も特徴的な性質である電気伝導率はポリマー骨格中で電子が非極在化していることによるものである。導電性ポリマーは合成金属とも呼ばれる。しかしながら電子の非極在化によって得られる性質は導電性のみではない。導電性ポリマーは外部からの刺激によって光学的性質に影響を受ける。すなわち、溶媒。 温度、電圧の変化や他の分子との結合によりその色を劇的に変化させる。色と導電性の変化は共に同じ気候によって起こる。つまりポリマー構造のねじれによって強薬系が途切れることに起因する。このような性質を持つことから導電性ポリマーは工学的、電気的応答を示すセンサーとして魅力あるものとなっている。 ポリチオフェンに関する創設は数多く出版されており、最も初期のものは1981年に発表された。ショップとコスメルは1990年から1994年にかけて報告された文献の創設を発表している。ロンカリは1992年に電気化学的合成法について、 また1997年にチカンポリチオフェン類の電気化学的性質について解説している。マッカローによる1998年の創設は導電性ポリチオフェンの化学合成に焦点を当てたものである。1990年代以降の強約ポリマーに関する創設がレッディンガート・レイノルズによって1999年に作成されている。 そして、スワガーラは、強薬ポリマーから化学センサーについて2000年にまとめている。これらの創設は、ポリーチオフェンに関して、1980年から2000年にかけて報告された主要な一次文献を乱すための助けとなる。導電性ポリマー中では、電子は強薬系に沿って、非極在化している。これは普通パイ軌道の重なりを通してのものであり、 パイ系が拡張されて、値電子体を形成している。このパイ系から電子を取り除くか、電子を与えると、バイポーラロンと呼ばれる電荷を帯びた単位が生成する。ポリチオフェンから2個の電子を除去することによる、バイポーラロンの生成ドーピングは、半導体と比べて、高い割合で施される。バイポーラロンが、ポリマーサの中を移動することによって、 巨視的な導電性が発現する。要素でドーピングしたポリチオフェンには、導電率が 1000S センチメートルに達するものがある。一般的に、ポリチオフェン類の導電率は 1000S センチメートルを下回るが、導電性ポリマーの用途としては、導電性の高さはあまり要求されない。導電性ポリマーの酸化、及び同時に起こるタイアニオンの導入は、電気科学的。 もしくは科学的に行うことができる。ポリチオフェンの電気化学的合成を行う場合、ポリマーが電極表面に酸化型となって付着していくのと同時に溶媒中に溶けている体温が取り込まれていく。合成と同時にドーピングを行うことにより、電極上に薄膜が生成していく。この際、生成した導電性ポリマーが 物質から膜の表面上に電子を流している。また、中性のポリマー膜、もしくはその溶液を作った後でドーピングを行うことも可能である。導電性ポリマーの還元は P ドーピングと比べ一般的ではない。ポリの電気科学的 N ドーピングにおける初期の研究から N ドーピングによるドープ率は P ドーピングよりも低いこと N ドーピングのサイクルは 効率が悪いこと、ドープ率が最大に達するまでに要するサイクル数が多いこと、そして N ドーピングの過程はおそらく体温の分散が原因となって速度論的に制限を受けるようであることが明らかにされている。ポリチオフェンのドーピングには様々な種類の主役が使われている。要素や周素は導電率の高いものを与えるが不安定であり、素材中から ゆっくりと蒸発していく。トリフルオロサク酸、プロピオン酸、スルホン酸などの有機酸から得られるポリチオフェンは、要素のものより、導電率が低いが、外的要因への安定性が高い。塩化鉄による酸化充合を行うと、残存する触媒により、ドーピングが起こる。ただし、マトリックス支援レーザー脱理論化法を使った、質量分析による研究から、ポリについて、 酸化剤によって部分的にハロゲン化されていることが示されている。トルエン中に溶解したポリは塩化鉄緑水和物のアセトニトリル溶液でドーピングすることができ、導電率が 1S センチメートルに達する膜として成形することができる。他、より一般的ではないが、塩化菌やトリフルオロメタンスル本酸も P ドーピング剤として知られている。標約ポリチオフェン類において、 パイ系の拡張は最も興味が持たれる性質、すなわち光学的性質の元となっている。協約系は近似的に箱の中の電子のシュレディンガー方程式の解として考えることができる。しかしながら一般的なオリゴチオフェン系の吸収を呼び、蛍光スペクトルをより正確に予測するため、精密化されたモデルの開発が進められている。協約は 方向間上のパイ軌道が重なり合うことによって発生するが、これはすなわち、チオフェン間同士が同一平面上に存在する必要があることを意味する。チカンポリチオフェン類におけるパイ軌道の強約。上は平面上の場合、下はねじれている場合同一平面上にある数が強約系の長さを決定する。そして強約系が長いほど隣接する。 エネルギー順位の差は小さくなり、結果として吸収スペクトルに超波長シフトが見られる。平面からのズレの原因には、合成上起こる結合の欠損や、特に立体障害の大きな速さによる高級的なものと外部環境や結合の変化による一時的なものがある。骨格がねじれることによって、強弱の長さが減少し、エネルギー順位の差が大きくなる。 これによって吸収ピークは短波長シフトする。ポリチオフェンの有効協約長の最大値を決定するためには立体的に規則正しい配列と決まった長さを持つポリチオフェンを合成する必要がある。可視領域の吸収体は協約が長くなるにつれて長波長シフトするので最大有効協約長は長波長シフトがそれ以上起こらなくなる点から 計算することができる。平ベラによる初期の研究によると、有効協約長は11個の繰り返し単位にわたって広がっていると見積もられており、一方その後の研究では20単位であるとされている。さらに新しい報告では、大ツボラは48よび96両体のオリゴチオフェンを合成し、超波長シフトはその変化が小さいものの観測されていることから、 有効協約長は96単位よりもさらに長い可能性があるとしている。共役骨格のねじれ及びそれに起因する協約長の減少と吸収体のシフトは様々な外的要因によって起こり溶媒、温度、電圧の因果、溶存イオンがその原因として挙げられる。ポリビニルアルコール水溶液中におけるポリの吸収体は pH7 において 480nm だが pH4 では 415nm にシフトする。この現象はカルボキシル元が部分的に脱プロトン化することによってポリビニルアルコールとの水素結合を生じるようになりより圧縮されたコイル型の構造が形成されるためであると考えられている。キラルなポリチオフェンはクロロホルム中で 塩変更二色性を示さないが、クロロホルム、アセトニトリル混合溶媒とクロロホルム、アセトン混合溶媒中ではそれぞれ逆の塩変更二色性を示す。また、キラルなアミノ酸側差を持つポリチオフェンは、pH と干渉液の濃度によって吸収体シフトと塩変更二色性の変化を示す。温度変化による吸収体シフトは、低温では平面上、 ロッド型の構造をとっているものが、高温ではコイル型に変化するためである。例えば、ポリは、摂氏25度で赤紫色だが、摂氏150度では、単光色になる。吸収スペクトル上に等吸収点があることから、二つの層が存在することが示される。温度による色変化を示すポリーチオフェンがべて等、吸収点を持つわけではない。 高度なレジオレギュラリティを持つポリ類では低温状態において固体であって結晶状態と不規則症の間の変換が起こらないほど速差が十分に短いならば温度の上昇に伴って短波長シフトが連続的に起こる吸収体のシフトは電圧の因果アルカリ金属イオンの添加によっても起こすことができる3対1感チオフェンモノマーを2 五体以下で結合させるとき、モノマーの非対称性により三種の構造が考えられる。その構造を以下に示す。これらの組み合わせによりずに示すような四種の異なる三、両体を作ることができる。三対一関チオフェンをカップリングさせると四種の三、両体が可能である。それら三両体は、各磁気共鳴分工法によって識別することができ。 レジオレギュラリティの度合いを積分によって推定することができる。エルセンバウマーラは、ポリーチオフェン類のレジオレギュラリティの効果に、初めて注目した。3. メチルチオフェンおよび 3. ブチルチオフェンのレジオランダムの強重合体は 50S、センチメートルの電動性を有し、さらに、HT と HH カップリングの割合が2。 1>, 1のレジオレギュラートも1合体は 140S センチメートルというより大きな電導性を持つ。94%より多くの HT を含む一規則性、ポリチオフェンのフィルムは 4S センチメートルの電導性を有するのに対し、レジオランダムポップ度では 0.4S センチメートルになる。パット類は結晶性。 柔軟性そして金属光沢のブロンズ色の外見の活性アイエンを使って合成される。一方、類似する一無作為性ポリマー類は非結晶質で大色のフィルムで合成される。活性パッド類のサーモクロミック特性の比較では部分規則性ポリマーは強いサーモクロミック効果が見られたが一不規則性ポリマーの分光球高度は 高い温度で大きく変化しなかった。これはおそらく極部的な構造欠陥が原因である。最後に、スーとホールドクロフトは、HH 体の含有量の増加とともに、だんだん小さい波長で生じるポリ類の蛍光吸収と、発光極大を実例で示した。吸収と発光極大との間の際は、HH 体の含有量とともに増加するが、これは、 最初の冷気状態による立体廃座の歪みが原因であると考えられる。七冠のポリチオフェン類はドーピング後電導性があり、ポリアセチレンのような他の電導性ポリマーと比べて優れた環境安定性を持つが加工しにくく、三復化ヒ素と五復化ヒ素の混合物のような溶媒にしか溶けない。しかしながら1987年にポリチオフェン類の 有機溶媒の例が報告された。エルセンバウマーラはニッケルを触媒としたグリニャールクロスカップリングを使ってポリとポリの2種の溶けるポリチオフェンを合成した。これらをフィルムに成形し、要素をドープすることによって電動性が4から 6S センチメートルに伸ばすことができた。ホッタラはポリとポリを合成し、電気化学的、そして溶液中でポリマーを特徴付けし、 フィルムに成形した。その溶解性のポリチオフェン類は、クロロホルムとに、5次名チルテトラヒドロフラン中でのサーモクロミズムと、ソレバトクロミズムが立証された。また、1987年には、ウドルラによって、水溶性のポリナトリウム類の合成法が、報告された。水溶性に加えて、スルホン酸即差は、体温として振る舞い、セルフドープされた。 電動性ポリマーを作る。また、カルボン酸、酢酸、アミノ酸およびウレタン類を置換したポリチオフェンも水溶性である。最近になって、超臨界に酸化炭素中に溶解するポリチオフェン類が電気化学的、化学的にコラードラによって合成された。最終的には、熱に不安定なアルキルエステルで両端をキャップされた、七間のオリゴチオフェン類は、 溶液からフィルムに成形された後、末端元を水溶化によって除去するために加熱される。加熱の後の原子間力顕微鏡画像は、長距離のオーダーに達する大きな増加を示した。ポリチオフェン類は、電気化学的にモノマーの溶液にデニンを加えるか、化学的に酸化剤もしくは、クロスカップリング触媒を使うことによって合成することができるが、それぞれの方法には、 利点と不利点がある。電気科学的重合では、電位は、チオフェンと電解質を含む溶液に適用する、ことにより、溶極上に電動性ポリチオフェンフィルムを作る。電気科学的重合はポリマーを分離、生成する必要がないため便利であるが、架橋結合のような不規則構造が多かれ少なかれ、作られる。チオフェン類の電気重合の最初の段階右の図は、 モノマーの酸化によってラジカルカチオンが生成し、2番目のラジカルカチオンとつながってジカチオンに両体を作るか、他のモノマーとラジカルカチオンに両体を作る様子を示したものである。陰出ビデオ顕微鏡法、サイクリックボルタンガメトリー、高電流分光法、電気化学随章振動子マイクロバランスを含むいくつかのテクニックが、 陽極上へのポリマーの沈殿を導く核形成と成長機構の説明に使われた。長時間の沈殿では電極表面への秩序だったポリマーさが長い短いフレキシブル鎖になるか、より交差結合された鎖に成長するかはその重合条件に左右される。電気化学的に合成されたポリチオフェンフィルムの品質はいくつかの要因に影響を受ける。 その要因には、電極の材料、電流密度、温度、溶媒、電解質、水の存在、そして、モノマーの濃度が含まれる。このほかモノマーの構造と、過電圧も重要であるが、この二つは相互に関係する。モノマーを酸化するための必要な電位は、チオフェン換の倍電子系中の電子密度に依存する。電子共与性もとは、低酸化電位であり、 電子吸引き元は、抗酸化電ニである。したがって、アセトニトリルと、テトラフルオロホー酸テトラブチルアンモニウム中で3、三メチルチオフェンとヒチカンチオフェンをそれぞれ重合させると、前者は、酢に対して、約1.5ボルト、ヒチカンチオフェンは、酢に対し約 1.7V で重合する。しかし、三ンチオフェンのアルファ炭素に分子があるとその、 立体障害により重合が阻害される。したがって、多くのチオフェンモノマーの酸化電位は計算上の酸化電位より大きくなる。これがポリチオフェンパラドクスと呼ばれるゆえんである。これは、電気化学重合の大きな不利の一つで、複合側元を持つ多くのチオフェンモノマーが制限を受ける。化学合成は、電気化学合成と比較して、モノマーの大きな選択性と、 適切な触媒を使うことによる完全な規則的、痴漢ポリチオフェン類を合成する能力の2つの点で有利である。ポリチオフェン類は1世紀以上前に偶然科学的に合成されたが、初めて計画的に合成されたのは、金属触媒を使った2、5、ジブロモチオフェンの従号で、1980年に2つのグループによって独立に報告された。 山本らは、テトラヒドロフライン中のマグネシウムとジクロロニッケルを使ったが、これは、ハロゲンカーリールとグリニャール主役の熊田カップリングに類似している。また、リンとドゥーデックは THF 中のマグネシウムとアセチルアセトン削体の触媒、p d に、n i に、CO2、そして FE3 を使った。後の発展でそれら最初の試みより高分子量の ポリチオフェン類が合成されるようになったが、その構造に基づき2種に分類することができる。レジオレギュラーポリチオフェン類は、ブロモチオフェンの触媒を用いた、クロスカップリング反応によって合成することができる。レジオレギュラーポリ類のクロスカップリングによる、合成法完全な、レジオレギュラーポリ類の初合成は、マカルーラによって1992年に報告された。渦状のように、 選択的収束化によって2ブロムマイナス3アルキルチオフェンを合成した後、金属交換反応とニッケル触媒によるクマダカップリングを行う。NMR スペクトルによると、この方法では約100%の HT、HT カップリングが生成する。その後、うずかのような2、5ジブロモマイナス3アルキルチオフェンを有機金属異性体の混合物を形成する。 反応性の大きい活性亜鉛で処理する方法が、リーケルラによって九百九十三年に報告された。触媒の PD4 の量を増やすことで一無作為性ポリマーが生成するが、ネッキル2で処理することによって、レジオレギュラーポリが定量的に得られる。さらに、マカルートリエケは、低温、無水、無酸素条件、そして収束化モノマーを必要とする方法で均一な、 構造のポリを合成した。一方、1986年に杉本によって、室温条件で塩化鉄を使ったチオフェンの低負担な酸化重合法が報告された。この方法は、多くの人々によって検証され、HC スターク社の対便防止コーティング材料のバイトロン P は、塩化鉄を使って、商用スケールで合成されている。酸化重合を使って得られる。 合成物の収率と品質を改善する試みが、いくつかの研究で行われている。塩化鉄の他に、塩化鉄水やエモ火塩素酸銅そして火塩素酸鉄を含む、他の酸化剤もまたに、ニビチオフェンの重合によく使われている。モノマー溶液中に塩化鉄をゆっくり加えると、94%の HT を含むポリチオフェン類が合成される。 そこでの塩化鉄の沈殿は直接モノマーを結晶質の触媒に付加するよりもかなりの高周率でモノマー変換を生成させた。重合中に反応混合物を乾燥空気で泡立てることにより分子量がより大きくなることが報告されている。極性溶媒による重合後の徹底的なソックス例抽出によって NMR の測定前にポリマーと触媒の残余が 効率的に分割できることが分かっている。モノマーに対し触媒を低比率で用いると、ポリ類のレジオレギュラリティが増加する可能性がある。アンドレアニラは、クロロホルムより4塩化炭素に溶かすことで、ポリ類の高周率を報告したが、これは4塩化炭素中のラジカル種の安定性に、起因すると彼らは考えた。高品質触媒を低温低速で加えることによって、 残機のない不要性ポリマーと共に高分子量のポリ類が合成されることが分かっている。ラクソラはモノマーに対し触媒の比率を高くすることでポリの収率が増加することを要因計画を使って救明し、また長時間の10号も収率を増加させると主張した。フィギュア6、提唱されたチオフェン類の塩化鉄を使った酸化10号の反応機構。上から ラジカル、カルボカチオン、ラジカルカチオン。塩化鉄を使った酸化重号の反応機構には議論の余地がある。1986年の杉本らの報告では反応機構の仮説は立てられなかった。しかし、1992年にニエミラによってラジカル機構が提唱された。彼らは2つの過程を反応機構のベースにした。 彼らはまず、触媒が難用、または不要の溶媒中で重合を観察し、重合の活性点は、個体の塩化鉄の表面であることを結論付けた。したがって、彼らは二つのラジカルカチオンが互いに反応する、または二つのラジカルが互いに反応する、可能性を軽視した。なぜなら、塩化物イオンがに了解によって、 活性点だと仮定した結晶の表面でラジカル価値ンもしくはラジカルを抑制するためである。次に彼らは原型的なモノマーである3メチルチオフェンを使いエネルギーと4種の可能な15種の原子家電の合計を究明するために量子力学的計算を行った。 中性の三メチルチオフェンの最も陰性な炭素は二炭素で、ラジカルカチオンの最も奇数電子集団な炭素も二炭素で、あるので、ラジカルカチオン機構は主に二から二 HH 結合が優位であると彼らは結論付けた。彼らはその時、二位と五位炭素でのラジカル種すべての、化学種の、全エネルギーを計算し、後者の方が1 5キロジュールマイモルだけ安定な、 ことを発見した。したがって、より安定なラジカルの方が中性種と反応し、H、T カップリングを形成する。アンダーソンらは、モノマーに触媒を、ゆっくり混合した時レジオレギュラリティが高度に見られた、ため、塩化鉄による産地オフェンの重合において、別の反応機構を提案した。カップリングの選択性を与えると、共産化剤条件では、 カルボカチオン機構を通して進むと彼らは結論付けた。1995年の探訪中で、ラジカル機構は直接的に問題にされ、その時オリンガとフランソアは、チオフェンは触媒が十分に溶けるアセトニトリル中で、塩化鉄によって重合することができたと記述した。また、チオフェン重合の物理的な分析によっても、ラジカル重合機構の過程との矛盾が見られた。 バーバレララは産地オフェン類のオリゴマー化を研究し、その量子力学的計算と平面強薬オリゴマー状を非極在化した、トキラジカルカチオンの安定性が改良されたことを考慮した結果、ラジカルカチオン機構は電気化学的重合に類似していると結論付けた。高質なロッドポリマーを特徴付けすることを困難に、する共産化剤の触媒の研究。 不均一な系の研究の困難さから、酸化十号の気候は明確な意味がない。しかし、ラジカルカチオン気候は、ポリチオフェン合成の最も有望な経路である。電動性ポリチオフェン類の利用が計画されたが、商品化はされなかった。可能性のあるアプリケーションに、電解効果、トランジスタ、エレクトロルミネセント素子、太陽電池、フォトレジスト、非線形光学素子、 電池、ダイオード、そして化学センサーがある。一般に、電動性ポリマーのアプリケーションには2つのカテゴリーがある。静的アプリケーションは、高分子材料に共通する加工の良いさと、材料特性に加え、材料の新生動電率を活用するものである。動的アプリケーションでは、電位の負荷、または環境刺激から生じる動電性と、 光学特性の変化が利用される。ペドット PSS 性的アプリケーションの例に、耐電防止塗料である、HC スターク社のポリ、マイナスポリがある。アグフアゲバルト社は、その耐電防止特性のため、バイトロンと共に年に200メートル10メートルの、写真用フィルムを被覆している。バイトロンの白装は、無色透明で、フィルム巻き戻し中偽性電放電を防ぎ、 処理後のネガ状への埃の付着を減らす。また、ポリは動的アプリケーションに使うこともできる。ペドットのエレクトロクロミズムの性質はデミの適用によって不透明になったり反射状態になったりする窓や鏡の製造に使われている。エレクトロクロミックウィンドウの広範囲にわたる採用により空調のコストを大幅に節約することができている。バウラルと スウェガーによって報告された、イオン選択性ポリチオフェンまた、検体に反応するセンサーとしてのポリチオフェン類の用途は広く研究の対象となっている。さらに、バイオセンサーへの利用に加えて、ポリチオフェン類は、金属イオン、またはキラルな分子を検出するための合成受容体として観応気化することもできる。即座と主座が、クラウンエーテル化された。 ポリチオフェンがバウラルとスウェーガーの研究グループによって1993年にそれぞれ報告された。電気化学重合されたバウラルソクサクラウニエーテルポリチオフェンの薄膜はミリモーラーの濃度のアルカリカチオンにさらされた。カリウムイオニ溶液ではわずかに、ナトリウム溶液では少し、リチウムイオニ溶液中では著しく落ちた固定電位でフィルムを電流が流れた。 一方、スウェーガー主債クラウンエーテルポリチオフェンは、化学合成で作られ、紫外化死吸収スペクトルで特徴付けされた。加えて、アルカリカチオンでの急行度シフトは46ナノメートル、91ナノメートル、22ナノメートルという結果になった。シフトの大きさは、対応するクラウンエーテルのイオン補足に対応し、イオンの補足による、ポリマー骨格のねじれが原因である。 ヤシマとゴトウによって合成されたキラルなポリチオフェン。キラルポリチオフェン類の光学的性質が研究されていた間、ヤシマとゴトウはキラルなアミノアルコールを感知し、パイ繊維領域に共造分割有機塩に色識性を作るキラルな一級アミンのついたポリチオフェンを報告した。これはキラル検出法にポリチオフェン類を使った初の不正認識の例である。 ありがとうございます。